どうも温泉女子のリリです。記念すべきですね、初投稿は大江戸温泉物語に来ていましてですね、今日はそこの貸切露天風呂に今から入っていこうと思っています。大江戸温泉スパガーデンはですね、温泉だけではなくて、縁日であったりとかお食事処であったりとか、あとは入り口に大御さんもいたりとかして、温泉だけではなくて、いろんなアクティビティが楽しめる施設となっています。今日はですね、その全てを紹介はできないんですけれども、貸し切りの温泉だけでもね、紹介できればと思っておりますので、ぜひ楽しんでみてください。 Today I'm gonna show you Japanese hot spring. So if you like Japanese culture, you have to see it. So let's get it.